はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター、第4回目やっていきたいと思います。ドワーフの洞窟ですね。ラリホーということで、眠らされることはない。緑ターバンのやつと、赤ターバンのやつがいんな。2本の氷でできた角、ドワーフの宝、盗んでたやつがいる。グツコーっていうやつ、地底湖。泳げない。うお、見えない壁。そんなあんだ。外界をずっと東にいたところ、ギサールっていう辺境の村がある。北の山に綺麗なガラスみたいな塔が立ってた。地震の後消えた。で洞窟ができた。アイスアーマー。あれ、これってさ、持ってた方が良くないか。アイスヘルム、アイスシールドはいいよ。剣法着で、角貝だったらこっちなんだよね。で、アイスアーマーはちょっと下がるけど、多分耐性的な問題があるから、持ってはおこう。で、武器屋。28、サラマンドソード。ここら辺は全部あるよね。トンファー三節痕。三節痕の二刀流にして、3000円済んだ。サラマンドソード買えなくなっちゃった。いや、意外に、金が、いるな。ちょっとそろそろいらないの売るか。じゃあ売るって言ってもな、ブラインはさすがにいらない。木の矢とかもいらないんじゃないか。徹夜があれば大丈夫でしょう。なんか聖なる矢の方が高かったんだけど、まあいいや。杖はさすがにいらない。でナイフ、ナイフだがもう売って、ロングソードもいらないっしょ。ミスリルロッド、ヌンチャクはいらない。ホワイトスレイヤーもいらないよな。ミスリルソードもいらない。革の盾。なんか装備できるのがなくなっちゃいそうだけど。あ、いいや。残しとこう。残しとく必要はない。買えばいいんだ。買んなくなったら。ミスリルアーマーも売る。ここら辺腕輪はちょっと持っておこう。で、サーペントソードは、どうすっかな。納金3人にすることは多分ないんで、角貝は一応残しておくか、ここら辺。で、魔法も取っとく。フレーム。テイルウィング。赤魔導士ももう多分使わないと思うんだよな。よし、こんなもんでいいや。で、サラマンドソードを1個買って。で、サラマンド、サラマンド。文句がずっと、あれだけど。で、ここは宿屋か。なんか新しいの売ってる？あ、フェニックス売ってんじゃん。いや、フェニックスの絶対、ファミコンバージョンだったら売ってなかったよ。ここら辺は良くなったね。ハイポーション500か。回復量がめちゃあるな。魔法使ってるから、マジックパワーを回復させる意味で。寝て、とにかく角を取り戻せと、言ってるんで、これはどっちだ？なんか、どっちも下に行けんな。ここ、宝物庫か。無理だな。宝を取り戻したらくれるかな。で、ここも買えるか。よし、潜るか。できっこないぜ。買えるか。トード。で、カエルで進まなきゃいけないところはないよね。これ大丈夫だよね。いける。よし、 OK。 さすがにカエルでは進めん。ふざけんな。バックアタックはほんと危険。50。チェンジって、一人チェンジか。げっ！いつの間にか石になってる。あれ、下がった今。ちょっと待って、なんかわかんねえ。まあいいや。金の針が、ちょっと必要になるか。前にいるんだか後ろにいるんだかよくわかんねえな、これ。こいつは前に。サンダラ使ってこう。81、231、33。これ後ろだな。効率。
ちょっと寝よう一回。糖度使ったばっかりだけど。再び。なんか同じところで出てくる。ボム。で、ブリザードだな。コルテ。176で倒せる。ブリザード。200。やはり弱点をつくと。てか、サーペントソードじゃ、サラマンダソードじゃ効かないんじゃないか。アイスブランド持ってねえしな。金の針。いや、なんなんこいつのバックアタック。いや、もうここは押し切る。ブリザード。いや、ブリザードすげえ食らな。知性が高いのか、やっぱり。それでも、そこそこ当たる。戦士が全然当たんないのか。で、回復はちょっとポーションを1個ずつ使おう。で、こっち行けそうだね。地下2階。このまま行こう。早いな。ボブの場合はサラマンダソード取った方がいいな。あんまり自爆してこないね、前作と違って。前作すぐ自爆してくったんだ。ハイポーション。ゼウスの怒り。結構シンプルな構造になってるから、宝箱とか回収しやすい。通常状態になれば貴様の敵ではない。戦士の火力が若干弱い気がする。やっぱり文句は攻撃回数が高いっていうのが強いな。金の針。宝箱取りたかったけど2ヒット。5ヒットして81だからな。サーマンドソードの炎がいけないのか。ヌンチャク超強い。まあ三節棍だけどさ。ハイポーションは2つ使おう。違う、ポーションか。地下3階。左行けそうだけど。シーデビル。ここは、こっちはサンダーがいいな。で、燃える方にしよう。ブリザード、わきかなそう。いいね。ラケイはちょっとボスに取っておくでしょ。なんか結構台座みたいなとこに立ってんの。セーブはする。近寄るな、この角は渡さん。いや、めちゃくちゃ脳筋タイプだな。ブリザラ、コールツェ、171、81。炎が弱点って感じではないな。32、弱。サンダラ。燃えるつ一応使ってみるか。ファイラ。100。これは結構食らうね。文句はただもうヒット数が全てだな。ヒット数が弱いと全然ダメージにならない。どうしよう。ブリザランしよう。ケアルラの力をちょっと一回見てみよう。ロックヒットすればまあまあまあ。やべえ、ナンバーワン集中攻撃から死んだ。マジか。500とかめちゃくちゃ回復するんだけど。で、ちょっとよみがえらせるか。フェニックスの売ってることが分かったから、そのまま攻撃に走ろう。ファイラ90か。2発集中的に食らったら死ぬな。ブリザードです。ポイズンってどうなの。ケアルが全体にするとどれくらい。げひどい。100ちょいか。毒になれ。139。
それは1だよね。てかよく武器持ってるよな、防御処方。え、ちょっと待って、これミニマムってさ、1体しか、だって全員か、てか1体しかできねえや、そもそも。なかなかやるではないか。絡めてを使ってくる。これ糖度さ、ヘルプで出ればいいのか。ケアルだな。ファイラ、いや魔法防御弱い。5ヒット138。もう一回サンダー使おう。でケアルでいくしかない。集中攻撃を食らったら死ぬ。とりあえず一旦回復。181。ファイラやばい、260食らうのかよ。一応フェニックスので蘇らせよう。攻撃、戦士半分くらいしか効かないからね。あ、倒した。ナンバー2がまた経験値遅れるけどしょうがない。なかなかの強さだったな。1800それなりに持ってたな。ドワーフの角。これテレポで出よう。あ、ここに出ない棺桶みたいなの引きずってんだけど。いや違う、これはあれか、グツコウの魂みたいなやつか。フェニックスのここ生き返らせるあれなかったよね。だってちょっと道具を見直そう。金あるとか言って金ないからね今。必要なのはちょっと内での小槌は5個くらい買っておく。フェニックスの3つか2つ5個あればいいか。竹ポーション、ハイポーション600円か、高えな。ちょっと簡単に大量に買えるもんでもない。ありがとうございます。ポポーイ。角を祭壇に置いて、はい、お願いします。ドワーフの角、お前らの影に化けてここまで来た。角は2本とももらった。何も知らないバカどもね。この角は氷の角、炎を退けクリスタルへの道を開く。これで炎のクリスタルの力はグツコ様のもの。やられた、山に向かった。ゲゲー、2本取られた。これはまだくれないか、信じられん。これでいけっかな。てかこれチョコボの森じゃね、意味ある。ここって、あ、デブチョコボいねえわ。え、チョコボミッケとか言ってるけどさ、ここしか歩けねえよ。何これ、意味なくね。さよなら、どっか行け。炎の洞窟はアイス、そっかアイス装備してたからあれだ、ファイラが効かなかったんだ。で結構熱そうだぞ、レッドマシュマロ。だって後ろのバルーンに攻撃して、でブリザードでコールツェ。ここはもうブリザードが効くでしょ、500とか。いや、サラマンドソードちょっと外そう。サーペントソードに切り替えよう。火力がやっぱりダメな気がする。え、ちょっと待って、サーペントソード俺1個しか持ってなかったっけ。まあいっか。じゃあ左に宝箱あるな。南極の風、あ、全然熱くない。熱いと思ったら全然熱くなかったよ。これでいいか。あ、しまった、戦うになっちゃった。37とか弱え。
殴れブリザード。レベルアップ。ボムの右腕、かけらと右腕だったらどっちが強いの。このパターンしか出てこねえな。でブリザード結構か。多分マシュマロはサーペントソード、サラマンドソードか。名前が似ててすぐ間違える。サラマンドソードが効いてるんだな。地下2階、先制攻撃。なんかごっついのが出てきてるけど、クロコッタ。もうみんなブリザードに弱えな。ここはダメージ食らいそうだね。下は宝箱がある。フリーズブレード、よしこれだ。右手フリーズブレード、左手サーペントソード、これで OK。 アダマンタイマイ、同じパターンでいけそうだな。柔らか、弱い。 FF2 のアダマンタイマイと全然違う、柔らかすぎる。ここはダメージ食らうか。さすがに下に宝箱、バルーン全然爆発しないからね。ハイポーション、まあ、ハイポーションも貴重だから。19、やっぱ戦士は硬いな。強い、いいね。ハイポーション、地下3階、左に宝箱。アダマンタイマイ、もうお前なんか怖くっけ。ちょっと攻撃強え。終わりだ。でポーションを1回使うか。でポーション使ったものが返ってきた。光栄とはいえやはり魔導士系はそれなりに食らっちゃうね。金の針、これ何、これ開いた。ハイポーション。うん、でなんだ、すげえぽいとこに出てきたぞ。クロコッタ3体、どうだろう。ケアルを1回ずつ唱えておくか。あ、クリスタルじゃないか。グッズコー、勝負だ。炎のクリスタから力を奪い強くなった。光の啓示を受けたお前たちを倒さねば本当の炎の力は手に入らない。そうなんだ。ゲッサラマンダーか、強そう。ブリザラだな。コールゼ、熱い。やべ、超強いんだけど。752、ブリザードであれか、4回使えるな。ケアルラも4回。もう白魔導士はずっと、やべ死んだ。いやこれもう文句はこのまま死なせておくしかない。さっき700当たったのに。どれだけブリザラが攻撃力高めに当てられるか。先行して入ったな。こう回復が500。いや炎マジで強い。残り1回、ケアルラは2回。いや熱い熱い熱い、マジ熱い。いや死んだ、マジか。
ちょっと待って、200とかどういうこと？ブリザードしかない。最後にブリザード打ってくれ。120。8ヒット。倒した、危ねえ。いや、普通に炎連発はきついな。かなりギリギリだった。めっちゃ上がった。死者が2人出たが、それに見合うだけの成果はあった。炎の中に眠る光の心をそなたに授けよう。炎のクリスタルから称号を受け取った。カリウドナイトシーフ学者、回復してくれ。よし、戦闘不能も全部回復だな。で、いや、ナイトかっこいいよね、やっぱり。装備可能とか一応見れるんだ。どうしよっかな、シーフ。文句もなんだかんだで強えんだよな。カリウドをやってみる？まあ、まずとりあえず戦士は、ナイトに変えよう。で、最強、フリーズサラマンド。まあ、これはこれでいいでしょ？文句をどうするか。俺的にやっぱカリウド使ってみたいんだよね。グレートボウ、鉄の矢。で、これも下げちゃっていいでしょう。で、学者は必要な時だけ学者にすればいいと思うんですけど、魔法使えるの？だって。そもそもさ、本持ってなくね。まだいいや。いや、ナイトかっこいいわ、本当に。じゃあドワーフに報告しに行こう。どうだ、あれ、なんか来たぞ。助けてください。大丈夫ですか？トックルの村、もう略奪するものがなくなって火をつかれて焼かれようとしている。死んだ。お前どうやってここまで来たの？死んでねえし。あ、死んだか。範囲は自分の弱点を変えられ、それを見破る力がある学者ならば。ラリホーとか目の前で人が死んだんだぞ。そんなラリフォーとか言ってる場合か。あいつの死なんてどうでもよかったんだな。ムーンウォークで案内する。流行ってたのか、この時。回収するよ。ラッコの頭、エリクサー、ガントレット、キラー棒、ヤマビコ草、金の針、学者の服、炎の本、学者の帽子、氷、ナイト、光、フェニックス、勇者の盾、リスタードの野菜。はい、ありがとうございます。あ、ここで蘇らせられんのか。じゃあもうドワーフの洞窟は用はないんで、それで一旦最強にして、で、あれが欲しいね、やっぱり属性の矢が。で、どうする、学者にしてみる。黒魔導士手に入れたから、せっかくだから。で、最強、炎の本、光の本。で、魔法が使えるの、こいつ。使えねえ。まあ、しょうがない。本ってさ、これ後ろからだと弱くねえか。まあいいや、とりあえずせっかくだからこのジョブでいこう。で、ギサールの村にちょっと行っておきたいんだよね。先制攻撃、アイテムの知識、アイテム2倍なんだよね。かといってそんなに使うものがない。はい、ガなんだ。左打ちがんじゃん。やろう、戦う。コールツ、ブリザード効かねえか。よくわかんない、早いけど。え、なんだ、今2回攻撃しなかった。乱れ打ちはこれあれなんだよね、ピクセルリマスターになってくっついたやつ。あとアイテムの知識もそうだったはず。だから使いやすくなったといえば使いやすくなった。ここら辺のジョブが、本で殴ってるかんな。
どうなのこれ、前線に出した方がいいの？前線に出してみる。直接攻撃してるってことは、ちょっとこっちじゃない、多分前に行った方が強いね。21か、それなりに食らわないな。ほら行け、270、強い。属性がついてるからか。うん、前面に出しても学者いけんな。あとは熟練度をちょっと上げていかなきゃいけないっていう。かなり戦闘向きだな学者、実は。乱れ打ちは1/4、いやじゃなくて半分で4回攻撃か、多分だけど。ギサールの村、羊飼いをやっている。そっち行っちゃダメ。だからイベントが長い。魔法屋さん、ライブラ、え、ライブラがあればさ、あ、ブリザが売ってんじゃん。買っときゃよかった。ここで1個買っとこう。麻痺、徐々に石化。ライブラいる？いらない気がするんだけどな。一応買っとくか。糖度とミニマムあるからね。グッズ光線、じゃあここでブリザカ買ってさ、行けばもっと早く多分倒せたよ。死者出すことなく1回くらいは使えたでしょう。こらこら、ちって勝手に入っちゃいかんよ。すいません。これなんかある？いや、なんもねえわ。で、道具屋さん、ここは生き返らせるところか。あ、じゃあさっきのこっちは、この家、チョコボ小屋、リサードの野菜、チョコボの大好物、親分がいる、デーブ・チョコボ、チョコボだよーって。そんなこと言ってくんの？ギサードの野菜、うわー、閉じ込められた。あとどこだ？踊り子見たくない。デブチョコ、カウンター越しには話せないんだね。ああ、でここは普通に宿や道具屋か。あれ、道具屋ってもう一個なかった？ギサードの野菜が売ってんじゃん。普通の道具屋ってことか。あと隠し通路どっか、なんかなかったっけ。あ、魔法の鍵が売ってる。何これ、何個必要？ 10 個くらい買っとく。鍵や、あ、こっちか。で、回収、手裏剣。手裏剣結局忍者しか使えないんで、正直売っちゃうのがいいんだよね。売る。手裏剣32,750円、まだいいや。金がなくなった時に売ろう。まあギサールの村はこんなもんでしょう。あとちょっと矢が欲しいんで、矢を買ってトックルの村へ行きますか、次回。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。グッズ光線はここでブリザガを買って、ブリザガ使えば多分もっと楽に倒せたと思います。とりあえず今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。